クマ見た。でかかったね。木が揺れてる。あっち行った。めっちゃでかかったよね。だいぶなった。これ木が折れる音してる。木がガサガサしてる。クマだ、クマ。結構上がってったな。結局ね、プロの人たちもそうだけど、普通の人たちも当時こう手で抱えるでしょ、うん、それより大きかったら持って帰れねえんじゃん。はいはいはい。結局かぶわけ。ああ。だから2人ぐらいで行くと良い人と思ってたら、5キロとかザラに取るわけ。すげえな。こっちでけえもんだ。でこれ干したり煮しめたり入れたりするから、うん、乾燥させると悪くなることないから、うん、すげえ、立派。背中に当てるかっけのような薄い餅とそれを祝えるための紐状の餅がセットになって売っています。ちゃんと祝えがあるんですね。皆さんお知らせします。8月は火曜日が5回ありますね。ということで来週の22日火曜日、そして再来週の29日火曜日は9時台昔をするこちらもぜひぜひお願いします。
にゃーん、にゃーん、やっと会いました先生に。